行くぞ。オウ。よろしくお願いします。オウ。4番のホンダが一番人気を集めています。そして地元のノブ様、8レースの発走でございます。スタートまで3秒前、ガウゼーザ川口路線第8レーススタートしました。ハンデゼロのスタート争いはノブ様が先手を取りました。1番の金田はダッシュがつけません。10メートルから人気のホンダもまずは幸先のいいスタート、1番の金田をかわし立っていきました。3番手に上がって勢いよく3番のマジカワに迫ってきています。先頭はノブ沢です。2番手3番のマジカワの外からまくっていく4番のホンダ、やはり人気を集めた地元両者が先頭2番手に上がってまいりました。レースは2周回目に入っています。粘るマジカワでありますが、ここは外からかわした4番のホンダ一重。さあホンダが先頭のノブ沢に襲いかかろうとしています。3コーナーの突っ込み、さあ車体が並ぶ先頭争いはわずかに。ここで内側から4番のホンダが前に出るのか。アウトコースで粘るのは2番ノブ沢矢野。レースは残り4周回、さあノブ沢が粘る。ノブ沢がかぶせようとしている。先頭争いはもう1回ノブ沢が前に上がった、上がった。2番対4番のホンダであります。そして3番手は3番のマジカーの外から5番の藤本、インコースから6番の片野が上がってきています。このガールズ王座第1戦の勝者岡山由紀は現在6番手の位置。残りは3周回であります。先頭は2番の信沢矢野、信沢が先頭だ。2番手は4番本田一重、再度2番手から差を詰めることができるかどうか。先頭2番手の間隔は三者シングルアイであります。3番手は大差がつきました。5番の藤本、インコースをついてくるのは3番マジカーよくなります。4コーナーを立ち上がりまして、残りは2周回終盤戦へと入ります。さあ二の足セカンドギアに入るかどうか。4番本田一重、再度2番手から接近できるかどうか。先頭争いであります。軌道に乗った2番の信沢矢野が先頭だ。信沢先頭だ。2番手4番の本田、そして3番手5番の藤本、4コーナーを立ち上がりまして、レースは残り1周ブルーフラッグを今通過しました。さあ終盤戦、4番の本田がみるみるうちに迫ってきたぞ。さあ隊が並ぶ、信沢がぐらついた。外から4番の本田、ぐっと内側から盛り返すのは2番の信沢であります。信沢が突っ張る、信沢が突っ張る。4番本田が差し返して、先頭争いは34キロ攻防、わずかに信沢。払い戻し金です。2連勝単式2番4番330円、2連勝複式2と4の組180円、いずれも1番人気。3連勝単式2番4番5番990円3番人気。3連勝複式2と4と5の組270円1番人気でした。